感覚の問題で、漫画とは、自身の余計を消費する場である、という理解はある。現実にはできない、自由、そこにしかないわけだ。人間性とは、結論では自由の、その中に個性があり始め提示される。現実的には否定されるそれを肯定する、そういう場が必要。そういうのが、漫画。仮想現実とはいえ、そこには人々が集う。そこにいるすべては、それを理解した上でそこにいるのだ、分かってないのが、悪だ。自身の求める理想、それに対し、不要。を排除する結果としてそこにある理想の様。現実的に存在する、それがそこに、あるいは、阿弥陀如来の姿、としてあるわけだが、そこにいるすべては、それを理解している。目の前にある 100kg の岩は、簡単には動かない、それに納得してる様でしかない。そこはそんな世界。